やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、ミケさんの鼻はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし、大きくは外してないだろう。実際のところは、ミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで、兵団の仕事には慣れたか？知りたいことがあれば、こいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか？まあ協調性は必要だろうな。壁外任務で単独行動というのはまずねえからさ。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。